Thank you.
くお願いします。え、あの CA みたいになってるけど大丈夫脳が出てますけど元気です。はい、今年もよろしくお願いいたします。ありがとう、嬉しい。違う。ちょっとチューニングするからなんか喋る。チューニングする。喋る。明けましておめでとうございます。今年アズプラス2回目のあれです。年始め清水に行ってきました。静岡県の。で、清水漁港っていうところ行って海鮮丼を食べてきたんですけど、デラックス海鮮丼っていうのがあって、シャリが600g。ネタが 400g、 総重量 1kg。 いや、いっぱいいっぱい、ね、駿河湾の取れたて の、 あの桜エビとか生しらすとか入って、いや、もうお腹の中がもう水族館ですよ。タイやヒラメがもうお腹の中で舞い踊って、まあ、そんなことはいいんですけど、初めて行った時はコロナ禍だったんですよね。2020年とか21年とか結構、まあ、言い方あれけど閑散としてる感じだったんですけど、今回行った時はすごい行列ができてて、ね、人がすごいごった返してて、で、清水の元スタジオっていうライブバーでやらせてもらったんですけど、そこも昔はね、階段とか登る時にポスターが、演者さんのね、出演者のポスターとか1枚ぐらいしか貼られてなかったところが、今もうバーってもう壁一面びっしりもうポスター貼れられて、ああ、なんか人が戻ってきたんだなっていうちょっと安心感と、ああ、みんな元気にやってんだなっていうのがちょっと嬉しかったなっていうのが旅の、そうですね、話です。いいか、あの皮切り、あの年の初めのライブって、ね、うん、こんな感じで今年も行けたらいいねと思いますので、はい、よろしくお願いします。どうも、今日からいいことを言ってよろしいと思います。なんか一発のツアーミュージシャンみたいなこと言ったけど、年に1回ぐらいしかやってないのに。また来年もね、海鮮元気に食べれるように。そうですね、ね、だいたい行かれると、行くと聞かれるんですが、デラックス海鮮でお願いしますって言うと、大丈夫ですか、食べられますかって言われて、今回は、あ、すみません、4回目ですって言ったら、ワクチン接種みたいになんか書き物、あ、はい、4回目とって書かれてすっかり常連さんになってます。2回目顔覚えてほしいです。とりあえず10回くらいはやめなそう。聞かれる方も恥ずかしいだから。そうだね、うん、ご飯美味しく、今年もアズプラス頑張ろう、はい、よし、じゃあ行こうか、
けから巣はなく、ぽつりぽつりんと火が灯る。調子はひどない明かりが揺らめく。未来は宇宙の計らいで越えられん試練は与えません。たやすく言うならお願い
ございました。